はい、一つよろしくお願いしたいと思いますけどね。はい、理論って私が並んでいるということはどういうことかと言いますとですね、はい、エイジフリーミュージックレーベルというものはね、去年を立ち上げたんですけれども、エイジフリーミュージックっていうのはね、もう10年ほど前に私が提唱してるんですけれども、演歌歌謡曲でもない、 J-POP でもない、良質な大人の音楽が必要だろうということでですね、ずっとやってきたんですが、いよいよその実践に入りまして、去年ですね、エイジフリーミュージックレーベルを定式エンターテインメントの中に立ち上げて、やはり我々、大人がきちっと弾ける音楽を、積極的に出していこうじゃないかなということで、立ち上げました。ではその中で、第一弾アーティストをどなたにしていただけるかっていうことでですね、私も考えた結果、やっぱり永井竜がいいだろうということで、竜王に話を持っていきまして、ぜひですね、良質な大人の音楽をちゃんとやっていきましょうということで、リオンどうですかと、そうですね、いう話の中で、リオンがそれを受けてくれたと、はい、いう感じで、そしてこのね、この曲を作りましたね、ね、新にに、はい、で去年の9月21日に、エイジフリーミュージックレーベル第1弾としてこの帰りビデオをね、はい、作ってくれたんですが、これどんな内容ですか。そうですね、まあ、そういう、伊勢さん の, そのエイジフリーミュージックのテーマもそうですけど、うん、やっぱりその、まあ、大人の、ね、人たちが、まあ、聴ける、まあ、ある意味、僕世代の、みんなが聴ける歌ということなので、まあ、僕の、まあ、20歳ぐらいの時の、まあ、原点ですよね、この音楽を目指した原点みたいなところの思い出を、ちょっと、探ってみようと、もう僕もデビュー40周年なので、そのこの40年間帰り見て、僕のこの歩みはどうだったのかというような思いで、作った歌であります。なるほど、リオのデビューしたのは1978年でした、ね、はい、そうですね、はい、となるともう40年で、還暦、そうですね、今年秋に還暦になります還暦ってことなんですけどね、はい、還暦といえばね、一般の人で言いますと定年ですよ。ああ、そうですね、という感じがありますよね、ですから、その定年の後ね、どうするかってことなんですけれども、私はですね、定年まではね、まあ、家族のためとかでね、一生懸命やってきたと、はい、で、ようやくですね、還暦に向かって定年から自分の好きなことができるのではないかなと思ってます ね、 ですね、ですから、よくね、セカンドステージとか言うけど、私はこれからもメインステージだと思ってるので、ああ、いいですね、いう感じですよね、はい、ですから、でもそのためにはですね、今まで自分がやってきたことをあえて振り返ってみて、自分の人生はどうだったのかと、はい、で、帰り見て、そしてこれから向かっていくっていう ね、意味で言うと、この永井竜王のこの歌謡見てたのはね、まさしく我々が、竜王と同じようにね、同世代で来たわけですから、はい、その人たちの自分の人生を顧みて、そして、多分いい人生だったと思うんですよね、はいはい、で、これから自分はどこに向かっていくのかっていうものをね、この歌を聴いてちょっと考えるきっかけになってほしいなっていう ね、 そうですね、いうふうに思ってますが、はい、いかがでしょうか。そうですね、その通りですね、でですね、はい、この、リオのね、帰り見てこのシングルがですね、去年の第58回日本レコード大賞において、はい、企画賞いただきました、ありがとうございます、ということですけどね、で企画賞ではね、表彰式がありましたけれども、去年 TBS 行った時に、受賞者がですね、一言ずつ挨拶するんですが、はい、その時はですね、リオ、なんて言ったんだっけ、ね、なんて言ったんですか、まああのね、これにおごらず、そんなこと言ってないですけど、はい、来年は日本レコード大賞を狙うぞ、俺はみたいなこと言って、ぶち上げて帰ってきました。そうですよ、あれで、平尾正明さん以下笑ってました、ね、笑ってましたですね。いや、でもね、本当ですよ、ね、レコード大賞企画賞を取ったってことは、次レコード大賞を狙ってもね、おかしくないということなんですが、ね、そのためにまた新曲を出さなきゃいけないということで、はい、多分ね、いいのがまた出てくると思うんですけども、まずその前にですね、永井竜王帰り見てということで、エイジフリーミュージック設立記念コンサートプラス、はい、レコード大賞企画賞受賞おめでとうということですね、私のふるさとの長野県の須坂市の、須坂市文化会館メスナホールで、永井竜王帰り見てコンサートをやろうと、ありがとうございます、というふうになりました。伊勢さんふるさとですもんね。そうなんですよね、で、はい、私のふるさとではね、今年も12回目を迎えるんですけれども、フォーエバーヤングっていうね、はいはい、これも第1回目かな、リュウに出てもらいました。そうですね、はい、杉田二郎さん、ね、稲葉明さん、永井竜王さんということで、あそこから始まりまして、もう12回目ですか。12回目なんですね。そうですね、でもおかげさまにですね、はい、もう須坂の風物詩となって、
あの3期目の嵐と今ね、呼んでやってるんですけども、一度満員の盛況と、ああ、すごいですね、いう感じになりました。で、加えてですね、スピンオフ企画もですね、はい、できちゃったりして、ミュージック東海のライブっていうのがまた別にあるんですね。そして今回は、そこを下地にして、なおかつ、永井流帰り見てのコンサートはスペシャルバージョンとして、ああ、嬉しいですね。で、じっくりとね、龍、私も途中入りますけども、龍、はい、の歌をじっくり聴きながら、そしてまた私とね、龍のいろんな話をですね、そうですね、話をしながら、はい、楽しくいきたいと思っておりますので、はい、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。4月8日土曜日ですね、須賀橋文化会メスラホールでやります。午後4時半開演ということですね。多分ね、我々ならではのね、そうですね、面白い話ができるのかなっていう感じがしますけどね。はい、まあ、とにかくですね、楽しいコンサートになると思いますので、皆さんぜひ来ていただきたいなと思います。